ムクゲムクゲ、ムクゲ、学名、は、アオイカフヨウ族の落葉樹。別名ハチス、ムクゲ。庭木として広く植栽されるほか、夏の茶花としても欠かせない花である。和名は、ムクゲ。金一字でも、ムクゲと読むが、中国語のムクゲ、ムーチンと書いて、ムクゲと読むことが多い。また、類樹名二章には、キハチスと記載されてり、 キハチスや、タンにハチスとも呼ばれる。万葉集では、秋の七草の一つとして登場する朝顔が、ムクゲのことを指しているという説もあるが、定かではない。白の一重花に中心が赤い底くれない種は、戦争丹が好んだことから、相丹ムクゲとも呼ばれる。中国語では、ムーチン、韓国語では、ムグンァ、ムクゲモックンという、英語の慣用名称のは、 ヘブライ語で書かれた旧約聖書の宮ビカにあるシャロンのバラに相当する英語からられている。樹高3から4メートルくらいのものが多く、庭木や街路樹、公園などに広く植えられている。夏から秋にかけて白、紫、赤などの美しい花をつける。花期は7から10月。花の大きさは、計5から10センチメートル。 かがはその年の春から秋にかけて新調した枝に次々と形成される。白、巨意の死の五役から1日花との交開があるが、2日以上咲いていることがある。朝花が開き、夕方にはしぼんでしまうものもあるが、そのまま翌日も開花し続ける場合もあり。無垢毛は不要と禁煙であり、継ぎ木が可能。無垢毛には多数の園芸品種が存在する。 インドや中国が原産で、中近東でもカイロ、ダマスカス、テルアビブなどの主要都市で、庭木や公園の樹木として植えられているのをよく見かける。日本絵は奈良時代に中国から渡来し、根が横に広がらないため、比較的狭い場所に植えることができる。刈り込みにもよく耐え、新しい絵だが、次々と分岐する。そのため、庭の垣根に利用されることもある。 日本では夏のご茶事の生け花として飾られたりする。樹皮を乾燥したものは、むく毛川、木金皮という木薬である。抗菌作用があり、胃腸薬や水虫など皮膚炎の薬に配合される。花を乾燥したものは、木金花という木薬である。皮膚炎、胃腸炎、下痢止め等に用いる。大韓民国の国家で、国章にも異常化されており、 ホテルの格付けなどの星の代わりにも使用されている、ただし法的な国家の位置づけはない。また、韓国軍の階級の領管と、大韓民国の警察のすべての階級の階級章にも使われている。このほか、韓国鉄道公社は列車種別の一つとして、無軍ファ号を設定している。古くは、最遅延に、旧世紀末の白木が自らを、金華号。 イコール、ムクゲの国と呼んでいたことが見える。日本では、北斗市、清里町、宗別町の花、木にも指定されている。初期の稼働所である、宣伝省では、ムクゲはボケ、山吹、肝臓などと共に、金魚、稼働前書立花道しるべ体制では、一向率まじきもの、一向率べからざるものして、ムクゲの使用を意んでいる。池の坊千能奥伝、立花正道集。 立花便蘭などではいずれも、衆議の席では避けるべき花として紹介されているが、立花正道衆では、水際につか、不相目の行にも挙げられており、投げ入れ家電書1684年、立花指南1688年などでは、具体的な水揚げの方法が記述され金魚としての扱いはなくなっている。天文年間の 投げ入れ岩の波や成果百セリでは水鉢に生けた絵図が掲載される一方で、1767年の投げ入れ花すすきでは金魚としての扱いが復活するなど、時代、流派などによりその扱いは流動的であった。江戸中期以降は一般的な花材となり、様々な生け花、一輪差し、さらには枝の股の部分を込みに使用して、 池花の形状を整えるのに使われてきた。茶道においては、茶人戦争誕が無垢芸を好んだこともあり、花の儚さが、一期一会の茶道の精神にも合致するとされ、現代では最も代表的な夏の茶花となっている。白四文集の巻15、方言の、松吉都市修瀬旧金家1日受精へ、松の木は千年の年を保つがいずれは口。 ムクゲの花は一日の命だがその名も大いにまっとうするの文句でもよく知られる。このごがわずか一日の儚いハエの意に取られて、金貨一日たちの栄、金貨一夜下のハエ、金貨一朝の夢といったことわざをも生んだ。俳句では秋の季語である。俳句士の松尾芭蕉は1684年、上京元年、野ざらし気候の旅で、道のべのむく木下は、 馬肉ハレケリという句を読んでおり、栃木県下津賀郡の議長と物沼にある法音寺に、場所の句碑として残されている。同じく徘徊師の小林一佐も、それがしも、その日暮らし像花むくげという句を読んだ。江戸時代後期の歌人、香川歌劇は、敬遠一志にて、池垣の小杉が、中の金の花これのみを昔廃し朝が、この花と読んでおり、金は朝が、ほと読ませた。 明治から大正にかけて、荒ぎを代表した斎藤茂吉は第二歌集、新たまで、雨割れて心すがしくなりにけり窓より見ゆる、白むくげの罠という歌を詠んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。